はい、皆さんこんにちは。昨夜ですね、アップルから新型 iPad Pro および無印の iPad がリリースされましたよね。皆さんも、よくご存知かと思います。でお値段がですね、まあ、これはアップルのせいじゃないんですが、為替の影響で日本人にとっては割高を感じてしまうということで、私が狙っていた11型の iPad Pro がですね、ストレージが 256GB が14万800円ということで書いてます。はい、で大型の 12.9 インチの、ね、iPad Pro、 これがですね最大の、まあ、容量ストレージ 2TB にした場合、なんとねお値段が34万8800円になってしまうということで、まあこれはね、まあかなり日本人にとってはね、かなり高値の花、贅沢品になりつつあるんだろうなっていうふうに感じました。で私の私生活はですね、まあ、普段どういうものを使ってるかって言ったら、こういった MacBook Pro とかデスクトップの Windows パソコンとか、あとこういったねスマートフォンを使っています。でその中間的な存在でタブレットが必要なのかどうかっていう話なんですよね。以前ね、昔私旧型の iPad Pro を購入したことがありまして、で結局硬いんだけどね、買った時はねものすごい使うんだけど、結局ね使わなくなっちゃうんですよね。そういう、まあ、過去に前科がありまして、そういうのもあってですね、よほど、まあ、みんながびっくりするような、ね、進化を遂げていなければ、まあ、タブレットを買ってもどうせ宝の持ち腐れになってしまうのかなという気がしています。はい、ですので、まあ、今回ねこの iPad Pro 新型もし出て自分のニーズに、まあ、合致したらですね、ポチッとね購入しようかなっていうことも考えてたんですけど、まあ、ちょっとねまあそのまあ、要はプロセッサーが M1 から M2 に進化しましたよっていうのは、まあ、これは分かると。でそれ以外に何が変わったのって言った時に、まあ、そんなに、ね、目新しい進化というものを感じなかったんで、はい、で無印に至っては確かね Apple Pencil が第2世代じゃなくて第1世代 の、 あのいやここに突っ込むタイプのね、そういうものしか使えなかったんじゃなかったっけ。はい、わかんないけど、まあ私はねイラストとか描かないけど、うちの娘なんかはねアップルペンシルとか使って絵描くんですよ。そういった方にはねすごくいいのかもしれないけど、そうでもなければですねタブレットである必要ってあんまりなくて、まあ、もちろんねキーボードとかもねつければ、まあ、そこそこパソコンライクな感じになるんでしょうけど、でもそれだったら MacBook Air とかをね、はい、買ったらいいんじゃないのっていう話になってきて、で僕はまあ MacBook Pro M1 Max を使っていて、でまあ、サブで何かねノートパソコンなりそういうガジェットを買おうと思った時にタブレットがいいのか、もしくはこういうねサブで、これはプロだけどこれのエアーの、ね、より軽くて薄いタイプがいいのかって考えた時に、いやまあタブレットよりも、まあ、ノートパソコンもう一台買い足した方がいいんじゃないのっていう風に、そんな感じがねしていますね。はい、まあ、これはねあの人それぞれね用途とか あると思いますんで、私の場合は、まあ、そんなことを感じましたよと、はい、いうことですね。で、まあタブレットの話はね、まあ、こんなところなんですけど、まあ、このアップル製品ですね、アップル製品の進化、はい、アップルという企業がね、まあ、今後どれぐらいこう進化していくのかっていうのはね、まあ、こういったものの進化にかかっていくと思うんですけど、私個人的にはですね、まあ、スマートフォンなんか見ているとですね、まあ、ほぼほぼ、まあ、新型の iPhone が出ましたってなった時に、まあ、目に飛び込んでくるのはそのカメラの進化ですね。カメラが結局進化するかしないかっていうところで、まあ、ほぼほぼ今頭打ちに近づいてきてんじゃないかなっていう気がしています。はい、で私の持論なんですけど、私はまあデジタルカメラずっと、何十年向き合ってきて、まあ、これはっきり言えることなんですけど、カメラの画質というのは、まあ、なんやかんや言ってね、結局このセンサーサイズ、センサーの大きさが画質を決めるというふうに思っています。まあ、もちろんねその量子効率、感度の高いセンサーとか、ね、低いセンサーとか、まあ、画素に応じてね画素数が多くなればなるほどね感度が落ちるとかって言われるじゃないですか。まあ、そういうのもあるんでしょうけど、結局ねこのセンサーサイズが支配的なんですね。でスマートフォンでね、じゃあね仮に将来 APS とかフルサイズのセンサー実装したらどうなのっていう話、まあ、こういう話もされたことあるんですけど、いや仮にねここにフルサイズセンサーを実装したらですね、それに見合う、まあ、そのイメージサークルを満たすような大きなレンズが必要になってくると、こういう結局ねこういう形になるんですよ結局はね。
はい、ですので、まあ、願わくばですね、こういう専用機、ものすごいね、綺麗に撮れる、今もね、綺麗に撮れるフルサイズのカメラに、すごいボケる、背景、後ろボケてるでしょ、まあ、そういうレンズで撮っています。はい、こういうカメラに、スマートフォン同様のいろんな機能をつけた方が、なんか面白いなっていう、はい、気がしますね。うん、でまあこういう、まあ、ちょっとマニアックな機材がスマートフォンの方に機能をねこう歩み寄っていろいろできるとなってくれればですね、まあ、私もね今ねこれまあ専用機で収録しています。で画質がすごくいいです。だけど結局ね、SD カードなり、まあ記録カードを抜いてパソコン挿して、でそこで編集してパソコンでアップするみたいなことをしなくちゃいけないと。はい、そのあたりがですね、まあ、どんどんね、スマートフォンに近づいてくるような歩み寄りをですね、こういう各社、こっちのカメラの方がスマートフォンにね、寄り添ってくれればですね、より我々、まあ、こういうカメラマニアとしてはですね、はい、まあ、使い勝手、利便性が高まっていいんじゃないかなと、はい、いうふうに思います。うん。まあ、スマートフォンはですね、本当にね、いろんなものをこう、駆逐一掃しようと、ね、まあ、こんななくてもね、とかね、こんななくてもこんなん撮れますよとか、ジンバルなくてもブレがないですよとかね、いろんなことやってくるんですけど、やっぱりね、本質的にはね、まあ、叶わないっていうのをね、すごく今まで比較をしてきて、両者比較をしてきてね、まざまざと見せつけられてるんですよ。特にね、暗いところ、暗所とかでね、木とか枝とかね、細かいところのディテールっていうのが、こっちは、センサーちっちゃいから、どうしてもね、ぼかし処理で、ノイズをごまかすために、お化粧処理をしなくちゃいけないと。で、片やこっちはね、全然ノイズがないんで、ノイズ処理をする必要が、この内部エンジンで必要がなくて、そうすると解像感がものすごくね、4K なんかで比較すると、その映りの差、細かさっていうのが全然違うということがわかるんですね。はい、この差は何なのって言ったら、やっぱりね、こういうごつい、はい、理由っていうのがね、まあそこにあると、はい、いうことなんで、まあ、このごつさというのは必然であり、まあ決してね、カジュアルに、ファッショナブルにね、ポケットからさっと取り出して、暗所でも、映画クオリティのものが撮れますっていう風に言っててもね、どんだけそうやって、このサイトで歌ってても、比較すると全然違うってことになるんでね、皆さんね、スマートフォン、まあ、特にね、最近出た iPhone 14 Pro Max なんかを買った時にね、買われた方が、いやもうこんなんなくてもね、全然できるんだよっていう風に思われると、まあ全然違うっていうところになるんで、がっかりするところがあるんで、そこはね、お気をつけください。はい。ですので、まあちょっとね、話は、脱線しましたけど、M1 から M2 チップに移行したこの新型の iPad Pro ですね。まあ私にとってはですね、まあ、ちょっと贅沢品、はい、使うかどうかわからない贅沢品の部類に、属するのかなということで、まあ、今回は今のところはちょっと見送りと、はい、良ければね本当にね買おうと思ったんですけど、まあ、驚きみたいなね、まあ、かつてね、まあ、5年10年前にアップル製品が出るたびにねすごい驚きがあったみたいな、そういうなんか伸びみたいなものがもう今ねもうかなり頭打ち感みたいなもの、うん、10年ぐらいのスケールで見るとね、はい、まあ、序盤のね5年とかっていうのはかなりね倍々でこう進化していったようなものが、今はですねかなりこの伸びしろっていうのが限界に近づいてきて、でそれはねユーザーからしてもそうですよ。私がねこの M1 Max の、ノートパソコン手に入れましたけど、これをじゃあフルでね性能発揮できてるのかって言ったらね、そんなこと日々やらないからね、まあ、よっぽど、プロで、ロー編集作業してるとかね、まあ、プロレスとかああいう10ビットの素材とかね、まあ、今もこれ10ビットで撮ってますけど、それをね、まあ、このパソコンでね、まあ、ゴリゴリ編集するとか、そういうヘビーユーザーとかプロの方とかだったら別だと思うんですけど、まあ、私は別にね、そういうことを日々やってるわけじゃないんで、まあ、そういうライトユーザーにとってはねもうこれ必要十分であって、はい、まあ、よっぽどねこれ壊れるまでずっと使い続けようかなというふうに思っています。毎日使ってますよ。なんでね、まあ、すごくねアップル製品にはね私はまあ感謝してるし、いい製品だなっていうふうに思うんですけど、はい、で私的には、まあ、こういうノートパソコンでスマートフォンでその中間的な位置づけでタブレットが必要なのかって言ったら、まあ、今のところは、まあ、ちょっと価格帯的にもですね、で進化の内容とか見てても、まあ、ちょっと微妙だなということで、まあ、今回は見送りとさせていただこうかと思います。はい、皆さんのね意見も、ぜひね感想とかもありましたら聞かせてください。以上です。ありがとうございました。